愛知県西尾市一色町では84件の生産業者が一色産うなぎのブランドでうなぎを養殖しています。今年は稚魚のシラスが不良で、去年に比べて出荷量がおよそ3割減り、販売価格は 25% ほど高くなっているということです。西尾市一色町の生産技術ですね、まあ、これが非常に高いものですから、非常に美味しい柔らかいうなぎが出来上がっております。出荷は明日がピークで、全国へ出荷されるということです。